じゃあタクシー使っていい？ほんと？やった！じゃあすぐ行くね。申し訳ありませんが、急用ができたのでお先に失礼します。そう、気をつけてね、いろいろと。別にどう生きようとてめえの勝手だが、うちのバンド名を汚すようなヘマだけはすんなよ。なんだ！しんちゃんはまだ15なんだから、そんな突き放さないでもっと親身になってあげなきゃダメだよ。グレて暴走族とかに入ったらどうするの？ねえしんちゃん、しんちゃんがなんで家を出たのかは知らないけど、きっとよっぽど辛いことがあったんでしょ。ママ母にいじめられた。ママ母？いいの、辛いことは無理に話さなくていいよ。でもね、しんちゃん、これだけは分かって。女を甘く見ると痛い目に遭うよ。はい、気をつけます。